誰かを明るく笑顔にする。今回の舞台はここ川原医療福祉専門学校。福祉、保育、教育、医療、スポーツの3つの分野、全5学科1コースを開講。それぞれの分野で地域に貢献するプロを目指します。今回は介護福祉科に通う学生さんの一日に注目。朝9時、学生の皆さんが登校してきました。伊予鉄松山市駅から徒歩5分。皆さんがどんな一日を過ごしているのか覗いてみましょう。皆さん真剣に学んでいる様子。川原医療福祉専門学校ではたくさんの留学生が一緒に学ばれているんです。おや、今はお昼休憩ですか？スリランカから来日されたサンドニさん、どうして川原医療福祉専門学校に？私は前日本に2015年に来て、スリランカに帰って厚労省で働いていました。医者さんにはいろいろいっぱい話があって勉強しに行きたいと思って来ました。この仕事は難しいですが、お世話をすることを心にとてもいい。留学生と共に学んでみてどうですか？外国と日本の違いが学べる。話しててすごい勉強になることが多いです。介護福祉士を目指したきっかけは？幼少期から母が介護福祉士として働いているのを見ていたので、自分も興味を持ってこの介護福祉科に入学しました。どんな介護福祉士になりたいですか？利用者の方にと信頼関係を築いて笑顔で接するような介護福祉士になりたいです。安心して介護を受けていただけるような介護福祉になりたいと思います。素敵な介護福祉士になってくださいね。就職内定率 100% を誇る川原医療福祉専門学校。魅力あるカリキュラムと充実のサポートが自慢です。ご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。